はいどうもこんにちは、りゅうけんです。さあ今回はですね、2021年のね年末トークということで雑談の動画でございます。トーク動画ってやつですね。過去にですね、2018年の年末にトーク動画を出したんですけども、まあ、それ以来ということで、まあ、3年ぶりのねトーク動画という風になります。2021年ね、いろいろとありまして、でかつ来年のね2022年のこともね、なんかいろいろ話せたらいいかなと思って今ね撮っております。ということでですね、今ねまずねツッコミどころいっぱいあると思いますけども、こちら見てください。てかね、はい、今回ね実写です、実写です。今回は実写です。あの、龍拳くんですね。大事件だ。よいしょ。ショッキングなシーンでしたけども。はい、こちらですね。龍拳くんですね。俺ね、昔ね、ルーミンがね、作ってくれたんですよ。うん。かわいいでしょ？すごいよね。なんか100均のなんかブロックとか売ってるんですけど、それでこう組み合わせて作ったみたい。結構いい感じだよね。すごいね、出来が良くて気に入ってます。じゃあまあ早速ね、2021年のね振り返りということでいろいろとね話していきたいんですけども、まずですね、2021年のね公開したね動画の本数、こちら12月31日に出す動画含めて現在114本出ているという風にデータが出てます。114本ってなんだろう、実際にそれなんだろう、多いのか少ないのかよくわかんないけど、僕としては多分多い方だと思います。なんか、まあ、序盤ね、マジで2021年最初期の方は本当に投稿頻度が悪くて、1週間に1本動画が出るかどうかみたいなぐらいだったんですけど、まあ、だんだんとね、環境をね、ちょっと整えていったこともあって、投稿ペースがね、だんだんと、まあ、良くなっていったのかなと思って、まあ、現在114本というふうに出ております。でね、まあ、振り返りとしてはですね、まあ、まずね、今年のね、2月、チャンネル登録者数がですね、1000人突破しました。ありがとうございます。本当にねこれは嬉しくって、ずっとね目標にしてた数字だったんですけども、今年のね2月にようやくね達成できたということで、本当に感謝しております。ありがとうございます。でさらにですね、僕ですね WR っていうね男女実況のねチャンネルがあるんですけども、そちらのね相方のルーミンとね入籍したことをね、Twitter でね報告させていただいたりしました。はい、ということで結婚しましたよっていう。多分ゲームズの方のねこの動画関係では全く触れてないから、なんだ、僕のツイッターとか見てない人からしたら、あ、そうなんだ、みたいな感じだと思うんですけども、はい、実はね、入籍しました。はい。まあ、あとね、今年はね、YouTube のことで言ったら、やっぱね、ショーツ動画。まあ、ショートですね。うん、YouTube ショートのね、動画を、まあ、やり始めて、結構だからそのショートから、こう、来てくれた人も結構いるんじゃないかなって思ってるんですけども、1分以内のね、短い動画を作って、それを、まあ、投稿していくって感じなんですけども、そのね、ショート動画もね、結構ね、好評で、本当ありがたいことに、まあ、僕もね、かなりね、楽しんで作れてるんでね、うん、いいコンテンツができたなと思っております。で、あとですね、知ってる人は知ってると思います。僕ね3兄弟で、まあ、次男なんですけど、上にねアイラークっていうのがいて、下に桐野誠っていうやつがいて、で、まあ、この3人でね、まあ、みんなそれぞれねチャンネル持ってて、そのね3兄弟コラボをやって、で兄貴と弟はね実写チャンネルもねやってるんですけど、そちらでね実写の方もね出してったりとかして、であとね何よりもねすごいのはですね、この間ね、まあ、今月なんですけども、あのはじめ社長さんの100人でタケノコニョッキしたらいつ終わるの？というね、動画企画で、僕ら3兄弟で参加させていただきました。いやーすごい。ほんとすごいですよ。はじめさんのね、動画にこう企画参加させていただいて、まあマスクつけてるけど顔出しも一応しております。はい。まあぜひね、これまだ見てない方がいましたら、どれがね、龍拳かなって感じでこう探していただければいいかなと思います。もうね、まんま。こんな感じの格好をしております。ここからは2022年のこと、今後についてって感じなんですけども、先ほどね、実写で、まあ、顔出しをしましたよとかいう話をしたんですけども、それに伴って2022年から、この龍拳ゲームズって実写動画もね、やっていこうかなと思っております。うん、まあゲームズって言ってるのに実写ってどうなのかなと思うけど、まあ、ちょっともしかしたらね、まあまだわかんないけど、そのチャンネル名変えたりとかするかもしれないけど、実写動画もね、ちょっとね、やりたいこともね、ちょこちょこあったりとか、まああとはこのね、日常的な話もね、していきたいなと思ってるんで、まあそこら辺のね、実写動画も上げていこうと思います。今この龍拳ゲームズでマイクラのね、実況をやってると思うんですけども、そのね、実況とかも顔出し実況のスタイルにしていこうかなと思っております。まあこれはちょっとね、徐々にって感じなんですけど、まあすぐにではないけど、だんだんとこうシフトしていこうかなと思っております。まああとは、もうすっかりね、もうマイクラ実況者って、まあ言ってるんで、まあもうマイクラしか上げてないんだけど、マイクラ以外のゲームとかもどんどんね、やっていきたいなと
思います。うん。まあ、なんか、もしね、こういうゲームの実況見てみたいなとか、そういったことがありましたらね、どんどんね、コメントとかね、していただければ、できそうなものは、どんどんやっていきたいなと思っているので、よければよろしくお願いいたします。まあ、あとはですね、来年、2022年、あんまね、なんかこういうことってね、言ってきてないんだけど、来年ね、目標が一応ありまして、来年の、この、龍拳の目標は、チャンネル登録者数1万人でございます。いやー、大きく出たねって感じだけど、来年ね、絶対達成したい目標の一つなので、まあ、ぜひね、拡散だったりとか、ほんと皆様のね、ご協力をね、本当にお願いいたします。その分ね、僕も楽しい動画、みんなが見て面白いなと思ってくれる動画作りなどをちょっと頑張ってね、やっていきますのでね、ぜひぜひ皆さん一緒に龍拳ゲームズ盛り上げていきましょう。最後にですね、この動画、まずね、ここまでね、見てくださって本当にありがとうございます。そしてね、このね、2021年1回でもね、僕の動画見てくれて、またね、チャンネル登録とか高評価、コメントなど本当にありがとうございました。高評価がね、押されるとね、めちゃくちゃ嬉しいんですよ。高評価がね、一つでもね、増えてると、やっぱね、こう動画投稿者としてはね、めちゃめちゃね、やっぱモチベ上がるんですよ。あとね、コメント。コメントはね、本当にね、頑張れとかなんかもう本当、なんでもいいんですけど、まあ一言、たったそんな一言でも、本当にね、嬉しいし、動画投稿者はマジでそれがね、モチベに繋がるので、もうぜひぜひね、コメントね、バンバン書いていただけたら嬉しいです。はい。あとね、動画のこととか含めて、日常的なね、こととかは、まあ、Twitter とか Instagram でもね、発信してますので、もしね、その辺の SNS などやっていましたら、フォローして、まあ、リプとかね、くれたりとか、まあ、DM でも何でもいいんですけど、くれたりすると、必ずね、フォロワーいたしますので、ぜひね、SNS でも繋がってね、こう、絡んでいけたらいいかなと思っております。まあ、長くなりましたけどもね、2022年のね、新スタイルでのね、龍拳も、どうぞ、皆様よろしくお願いいたします。明日のね、12月31日のね、大晦日、こちらではですね、リンクラのね、ハイライト集がね、出ますのでね、ぜひぜひね、皆さん見てみてください。面白くなってます。ではね、最後になりましたけども、本当に、今年2021年、それとね、まあね、ずっと昔からね、龍拳見てくれてる方、本当にありがとうございました。2022年も楽しんでいきましょう。それではまた来年お会いしましょう。龍拳でした。Goodbye.